妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、チャイナのティア8プレミアム重戦車。ジェットブースターのスピードと160ミリ砲の火力が魅力的な子、BZ176-3 だね。うむ。マップは湖の村、マッチングはティア8オンリーマッチだね。それじゃあ初動は、不拡充度の砲塔カチコチ重戦車さんだし、敵重戦車さんもハルダウン型の子が多いので、西の谷ルートに向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、どちらかというと東に多めな感じだね。うむ。ただ西にも重駆逐のビペラさんがあって、ふっふっふ、自走さんを発見だね。ナイス撃破だ妹よ。いいね、お姉ちゃん。西ルートは自走さんに狙われっぱなしになりやすいから、初動で自走さんを落とせたのは大きいよね。だね。ちょっと相手が初動もたついていたような気もしたけど、これもジェットブースターによる初動ポジション入りの速さのおかげってね。そしてリロードも終わったので誰か撃ちたいところだけど、ふむ。奥の子よりもエミールさんの方がいいかな？了解だよお姉ちゃん。駆逐さんはあまりいなさそうだもんね。うむ。ナイスショット大妹よ。さっきアストロンレックスさんに全然反撃が飛んでこなかったから。駆逐さんは少ないと思ってたけど、この感じだとチェコ駆逐さんに量だけっぽいね。そうだねお姉ちゃん。今チェコ駆逐さんのいたポジションには2両以上入るのは辛いし、正面奥とかにいるのなら、今の出方で撃たれないのは不自然だもんね。だね。ナイス撃破だ妹よ。エミールさんは一撃圏内のヘルスだし、チェコ駆逐さんは単発低いので一発くらいもらっても平気なので、リロードが終わり次第エミールさんの撃破に乗り出しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。と思ってたけど、これはビペラさんが倒しちゃいそうかな？ポジションも被っちゃっててちょっとあれなので、一旦上から様子見するね。うむ。エミールさんもローダーさんだし、奥から狙われてることも確実だから、あまり変な体勢で出たくないしね。と、チェコさんそっちに移動してたのね。でもあの位置なら車線バッチリなので、狙ってみるね。ナイス撃破だ妹よ。そしてエミールさんをアストロンレックスさんが倒して、これで東はフリーのはずなので、ここからは一気に敵陣に乗り込んじゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ただその前に、さらなるチェコ駆逐さんの登場だね。ふむ。この感じだと他にも敵が待ち構えていそうだし。これは一旦最南端まで移動して、マップ端の起伏を利用した方が良さそうだね。了解だよお姉ちゃん。それとこの先の左から撃たれやすい危険地帯は、ジェットブースターで一気に移動しちゃうね。うむ。よしよし、案の定狙われてたけど、ジェットブースターパワーでセーフだったね。いいね、お姉ちゃん。そしてあのスコジーちゃんのいる位置は、これから向かう先で確か狙えたよね。うむ。こちらはハルダウンしつつ、バッチリ正面ってね。むう。ほぼほぼレキクル収束を待ったはずだったのに、あの見え方で離隊に飛んでいくとは。あわう。チェコ駆逐さんを狙った時なんか、もっと小さかったのにね。だね。チェコ駆逐さんを撃った際に、運を使い切っちゃったのかもだね。あう。ふむ。T133 のあの動き、チラチラ出てきそうな感じだね。しかも車体がちょっとだけど見えてたよね。うむ。これは狙わざるを得ないってね。あう。むう。車体に当たらないのは的が小さいからしょうがないけど、せめて砲塔のどっかに当たってほしかったね。そうだねお姉ちゃん。そうすれば自弾で一撃圏内のヘルスにきっとできてたもんね。だね。む、T133 まだ見えるってことは、もしや当たらなかったから大丈夫という判断かな？あう、スコジーちゃんが思いっきり見えてたので撃ったけど、早撃ちで負けちゃった。どんまいだ妹よ。ただ今 T133 にも一撃入って、これで一撃圏内になったので、これはもう突撃しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。むう。
ISU-152 さん、がっつりこっち狙いだったか。あう。しかも禁断だったね、お姉ちゃん。うむ。ただもうヘルスの使い道もないし、アシストうまうまなのでよしとしようか。そうだね、お姉ちゃん。そして最後まだテキスコじいちゃんが残ってるけど、逃げられちゃって客勝ちになったので、ちょっと早いけどここで勝利宣言とさせてもらっちゃおうか。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2488、キル数4、アシスト3157、棒ダメ1040。スコアは1349でチーム内トップ、1バッジをゲットだね。今日のバトル、序盤は面白いように長距離狙撃が刺さり、後半はその逆にびっくりするほど外しちゃうと、この子の手法のいいところと悪いところ、両方がっつり出ちゃった感じだけど、うん。死者誤入すると理不尽だよね。あう。でもそうだね、お姉ちゃん。打たれる側からすると、あの出方で160ミリ砲にあっさり当たるとは、普通思わないもんね。だね。終始は、フル禁断運用だったけど、イベントなしでも6万弱の黒字だね。いいね、お姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。